5番の山本直央がまずは上がりました。3番の柏山恭平の取る策は果たしてどうでしょうか。1番の大久保直也は後方8番手に車を引いています。短期の上田邦弘は7番手、3番の柏山恭平狙った位置はどうやら番手、8番の近藤信康の位置、まだ誘導員残った格好でジャンの4コーナーカーブ、ここで誘導員対比で4コーナーカーブ、誘導切って主導権です。5番の山本直央、1番の大久保直也は後方から踏み上げていますが、先行は5番の山本直央、マークは8番の近藤信康、内には3番の柏山恭平、まだ2人が競っています。 2,3 番手が競りの状況を続いていきまして、6番の黒木誠一自力に転じていきましたが、車の伸びは果たしてどうか。後方1番の大久保直也8番手のまま2センターから4コーナーカーブです。先行5番の山本直央、マークは8番の近藤を取り切って4コーナーから直線です。先頭山本直央、5番の山本直央が振り切ってのゴール。ハウスや、全然これ。久しぶりの松坂でいいパフォーマンス、はい、最高です。4社ということだったんで、落ち着いて先行するには大丈夫じゃないって感じだったですね。まさにその通りでした、はい、で、ワン、ツー、スリーでした。4まで行きたかったですけど、どうですか、こうっていう感じですね、はい、明日からが本番だと思います、ね、そうですね、明日もしっかり仕掛けて勝てりゃいいかなって感じですね。そうですね、優勝候補なんでしっかりやります。というところについてます、はい、頑張ります。ありがとうございます。